はい、それでは、今回、通信専用コースなら隙間1時間を効率活用というところで、まあ便利ですけどね、勉強を、まあ、来年合格するためのっていうところのガイダンスを始めさせていただきたいと思います。担当はレックセンニコ氏の便利氏の馬場伸之です。皆さん改めましてこんにちは。はい、まあね、ちょっと堅苦しい挨拶はその程度にしまして、まあ、今回は、まあ、何をここで話をしていくのかというところで、もう一個のね、ガイダンスの映像があったと思いますね、動画がね。そちらについては、便利試験っていうのは、仕事として捉えていくといいんですよ。もう勉強じゃないんだと。ね、まあ、便利試験合格プロジェクトという名前のもとに、ね、皆さんが、その便利試験をいかに効率よく合格するには、ね、どうすればいいかって話をしました。でそこまあ結論として言えば、便利試験っていうのは勉強じゃないんだと。試験勉強という。試験勉強というけど、試験勉強じゃない。仕事なんだと。ね。いうことを話をさせていただきました。で、今回は、じゃあ、それをね、するために、ただ、じゃあね、そう分かったの。あ、なるほどと。仕事として捉えばいいなと思ったって、じゃあ、実際自分でどうそれをやっていけばいいかというのは、これはできるわけないですよね。当然。うん、なんで、まあ、じゃあ、その講座を使ってね、じゃあ、やると言ったときに、じゃあ、何をね、皆さんにどういうふうに、まあ、提案していけばいいかというね、それを、その一つの手段として、この、まあ、スマート攻略コースというところを、ちょっと説明させていただきたいと思います。で、まあ、1年合格、スマート攻略コースと呼ばれるもので、まあ、これは何かと言ったら、まあ、通信専用のコースということになっています。はい、他のまあ生講義と違って、まあ、通信専用って、まあ、通信専用っていうところで、まあ、通信講座ならではのね、やっぱ通信講座ならではの、まあ、できることというのが実はありまして、まあ、それを狙っていると、まあ、いわゆる他のまあ通学の講座にはない特徴ということですね。特にその通信講座受けられる方は2パターンいます。1つは伝統的な方、何かというと、物理的とかにも時間的に受講できない、生は。例えば、ね、日曜日のクラスがあるんだけども、日曜日は自分は仕事なんだと。ね、平日休みだけど日曜日仕事だから受けられませんよっていう方もいらっしゃいますし、あとは近くにレックないですよ。ごめんなさい。その場合謝るしかないですけども、近くレックないから通えないんだという方。で、この方は、もう通信を取らざるを得ないっていう、そうですね。方が一つ。それからもう一個は、自分のペースで勉強をしたいんだっていう方がいらっしゃいますね。自分のペースでもう勉強をね、ペースを作っていきたいという方がいらっしゃって、このまあ2つのタイプの方ですね。2つのタイプの方っていうのが、まさに通信の講座というのを選んでいくということになります。で、他のただ通信の講座、いろんな講座があります。ね、まあ、レックでやってる他の講座に関しても通信の講座というのがございまして、でそちらに関してはどういう講座なのかといったら、まあ通常はまあ生ですね。教室でやっているところを単に収録しているだけの講座ということになります。それに対してこの1年合格スマート攻略コースというのは、もう皆さん、もう通信の方に向けてだけ講義をしているものになります。なので、通信ということで考えたら、実はあるね、いろんなこう特徴を出せるということになっています。で、まあ、例年やっているんですけれども、まあ一応今年なんかですと、まあ、いろいろ新しい特徴がダラダラダラとあります。ね、まあ新しい特徴だけではないんですけれども、まあ、去年の特徴内容に加えてね、今年始めたこともありまして、やっぱり私もね、毎年新しいことというかね、やっぱより良い講座にしたいっていうのをずっと考えてるわけですね、うん、っていうところがありますので、一応まあ、こんなね、いろんなことが特徴がありますので、一応その話を、今日はさせていただきたいと思います。はい。で、まずそもそもね、まあ、通学と通信というところで、まあ、そこで悩んでる方もいらっしゃるかもしれないというところで、まあ、ちょっとこう時間もないので簡単にだけ説明しておきますけれども、まあ、通学でも通信にもメリットデメリットはございます。やっぱりメリットデメリットはございますと。で、まあ、確かに、まあ、環境的にね、通学ができる環境であれば、まあね、それはそれでメリットもあるんですけれども、ただやっぱ通信っていうのは非常に大きなメリットとしては、自分の好きなタイミングで勉強ができたりとか、繰り返し勉強するのがしやすいということですね。それから、まあ、通信とか通信だけないんだ、だからないんですけども、その短い時間で受講することができるという、例えば会社から帰って1時間だけ勉強しようとか、そういう使い方もできますよということですね。あとは演習時間とか休憩時間、まあ、不要とは書いてますけど、うん、例えば自分がもう勉強ね、終わったら、そこでね、終わりでいいわけですから。でよく演習時間に関しても、生の場合ですと、例えばこう皆さんに問題解いてもらうときで時間待つんですね。例えばじゃあこの問題考えてほしいから5分考えてみてくださいって話をします。5分間が、要するに講義時間が短くなるわけよ。1時間の講義であれば、その5分間は待ちの時間が入れば55分になっちゃう。ところが通信は楽ですよ。これだから生やってても無理なんだけど、待つしかないんだけど、通信の場合は簡単ですよ。で、一時停止してくださいって言えばいい。だから60分の時間の講義があれば、60分丸々できるっていうね、そういうメリットもあるんだね。はい。で、ところが、ここ、デメリットもあります。いくつか。ね、デメリットがある。で、このデメリットの部分に関しては、はい、もうここについては、もうこのスマート攻略コースでは担保してると。いうことですね。もうデメリットにならないようにことをしています。例えば他の受講生からの刺激を受けたいとか、ね、講師に直接質問ができないんじゃないかとか、
ね、続けられるかちょっと不安だなとか、やっぱなかなか集中、ね、できないなとか、まあ、いろんな不安が出ると思いますけど、ここについてはいろんな対策をかけているということになります。でまずやっぱりこの辺のですね、集中して勉強できるかどうかとか、まあ、時間がないよっていうところですね、こっちですね、デメリットにも、もう通学のデメリットにも書いてありますけれども、時間がないよっていうところ、この辺についてはこの通信、特にスマート攻略コースは非常にこうなんですかね、皆さんこれが良かったって方が結構多いんですけれども、60分が1コマです。だからで、隙間時間をうまく使えるんですね。でスマートフォンなんかでも見れますし、なのでその、まあ、空いてる時間っていうのを、隙間時間を活用して勉強していただきたい。で例えばその通勤時間だり起きたり昼休み、こういったところに関しては講義を聞いていただきたい。これ60分1コマって書いてありますけど、このレックの仕組み、例えば 1.2 倍速とかもできます。いいんですよ、やってること一緒だから。ということは 1.2 倍速とかでやれば、じゃあ60分の講座が55分とか、もしかしたら50分で終わっちゃう。本当は60分でやる勉強量が50分に圧縮できるんですね。10分間は得しちゃうってこと。この圧縮効果、バカになりません。ね、通年で、1年で考えると。そういった意味では、この空いてる時間を講義で割り当てていただくっていうところで、皆さんに無理のない勉強環境を提案できると。でさらに CM 時間中、例えばテレビ見てる方であれば、 CM 中にはこれもちょっと、ね、まあ、後で出てきますけれども、問題を確認したりとかで、まあ、あとは電車待ってる時に条文一つ確認するっていう、こういう本当に細かいところを使って、まあ、勉強時間をねどんどん増やしていくということが重要になっていきます。はい、ではより具体的に、まあ、スマート攻略コースというところで、まず1番目、ナレッジパワーメーターによる学習レベルの把握というところがまず出てきます。でまあ、学習講座に関しましては、実は年間で、まあ、いろんな講座があります。入門講座、それから精度イメージ確立講座、論文ユニット構築講座、これ今年から出てるやつですね。それから重要項目攻略講座、週4法完成講座、ちょっとこれ今年内容変えようと思ってます。あと新しい講座 PCT 攻略講座というのがありますね。下3法講座、担当スキルアップ、論文スキルアップっていうのもあります。まあ、このスキルアップ講座というのは、どちらかというと過去問を使ってより皆さんに実践的な力を身につけていただきたいというものになります。でこれについては、ね、具体的に皆さんがこの段階とかこの段階まで今何をやればいいのかっていうのがよくわからないって声が多いんですね。あとやっぱり不安になりますよね。今ここまでできてなきゃダメかな、今俺これできてないけど大丈夫かなっていうのがありますので、一応講座ってのは実は勉強にはねレベルがあるんです。でパンフレット見ていただきますと、まあ、そこがちょっと書いてありました、このナレッジパワーメーターっていうね、まあ、ちょっと私はこんなかっこいい名前提案してないんですけども、パンフレットになったらこんなかっこいい名前になってたんですけどね、ナレッジパワーメーターみたいな感じのね、なんかかっこいい名前になったんですけども、これ何かと言ったら、勉強をレベル1,2,3,4,5,6 って分けてる。だから今どのレベルに自分をまず持っていかなきゃいけないのかっていうのが分かるようになってるんですね。例えばズズズンと、これパンフレットに書いてあるんですけど、レベル1っていうのは最初のレベルで、まず入門講座のレベルなんですね。でここって何をやっていただきたいのかって言ったら、ここに書いてあります。基本制度とか用語の理解、まあこれは一緒なんです、実は担当も論文も、すなわち、まああの言葉を聞いたら、あ、知ってるよっていうレベルにまず持っていただきたいんですね。でも今だったらまだ分かんないしね、分からないでしょうね、防護表彰と言われてもよく分かんないかもしれない、ね、不死を取り消す審判、ね、何のことやらと、ね、組物衣装、なんだそれみたいなね、いうことがあるかもしれないね、最低通常実試験、でそれが今言った、これがレベル1がクリアすると、説明できるかどうか別としても、ああっていう、そのレベルに持っていってほしい。そういうことなのよ、まずは。でそれが、いわゆるここでいうレベル1なんですね。で、レベル2になると、ちょっと担当と論文で分かれるんですけれども、まあ、例えば、過去問については、まあ、解くことはまだ難しいと。確かにね、最初はね、問題。まだ難しいから。でも、解説すれば分かるよねっていうレベルに持っていってほしいとか。で論文については、このユニットって、まあ、ちょっと後で説明しますけれども、ユニットについて、まあとりあえず一言で言えますよと、正確にはいろいろ書けないかもしれませんけれども、一言では言えるよなんてね、そういうある程度のレベルが実はズズズズンってあるわけですよ。で最終的にレベル5までいけばこれは合格です。で6いけば確実に合格っていう形で、まあこんな形のレベル帯っていうのを設けています。でこれによってまずやるべきことをしっかり明確にしてほしいということですね。なんかドラクエみたいでしょ、レベルを上げていくみたいな、そんな形になっています。はい。ね。で、それがまず一つ目ですね。はい。で、次二つ目。3ヶ月点検制度を導入って、なんだこれということで、これはなかなかね、他の通信講座とか、まあ、この講座ではないもので、なんでもさ、車だってなんだってさ、あるじゃん、点検制度って。これ買ってさ、しばらく。まあ、大体車って1ヶ月点検とかあるでしょ。同じですよ。ぜひ皆さんにね、このスマートコースっていうね、まあ、言ってしまえば、コースをね、商品をご購入いただいたと。やっぱちょっとさ、うまくこれ機能してるかどうか点検しないとと
いうことになりまして、3ヶ月点検制度、ね、この人、ね、もう悩んじゃってるよ、何か勉強始めてみたけど本当にこれでいいのかな、うまくいってるのかな、こんな勉強ペースで間に合うのかなっていうのがやっぱ不安になるじゃないですか、うん、なので勉強講座を始めてから3ヶ月間学習の記録をつけましょう。例えば1日何時間やってる、今講座を何を見たっていうところでしっかり学習の記録をつけることによって、これねすごくよく私講座で言うんですけど、勉強時間の可視化って言ってきますね、見える化。やっぱりどうしてもね、勉強時間でどんぶり感、どんぶり感じしちゃうんですね。今週は勉強したな、今日はできなかった、で終わりなんですよ。だから例えばね、先週何時間やったのか、先月何時間やったのか、1日平均何時間ですかっていうのが正確に皆さん把握してないんですね。うん、でお金もダメでしょ、これ企業の会計とかどんぶり勘定ね、多分先週はいっぱい使った、ね、今週はあんまり使わなかった、これダメですよ、こんな会社潰れますよ。で同じ勉強時間も、勉強時間もしっかり見えるってことが大事です。なのでまずはやっぱり勉強始めて、まあ、3ヶ月で、3ヶ月で大体入門講座が終わるレベルです、大体時期的には。だからそこの入門講座の間については学習の記録をしっかりつけるっていうことによって学習習慣を確立すると。でそれによってスタートの段階でうまくいけば、あとはその習慣を維持すればいいだけですっていうことです。だからやっぱ最初がすごく肝心です。なのでちょっとね、今具体的にどうしようかっていうのを考えてるんですけど、今でもパーフェクトにもね載ってると思いますけれども、これまず3ヶ月間変えたら皆さん私の方で個々にもう見ようと思ってます。うん、まあ、通信なんだけどやっぱ見たいからね、私も皆さんがちゃんと勉強できてるかどうか。でそういうところで、あ、なるほどと、こういうふうにまあできてるんだなって言ったら、じゃあいいんじゃないですかとか、いやちょっと足りないよとか、他の人はもっとやってるよって。でそこってすごく大事なのよ。これね、勉強っていうのは何が大事かって言ったら、自分ができてるできてないっていう戦いの他に、他の人との比較がものすごく大事なの。でね、皆さんがこれから今悩んでる人いるかもしれない。例えば受験期間を使うか使わないか、例えばね、事務所で合格者がもうすでにいると、弁理士さんがその人が教えてくれると言ってると。ね、ああじゃあその人に聞けば安いからいいかしらって思うかもしれませんけれどもね、確かに勉強内容を聞くのであればそれでも問題ないです。わざわざ別に受験期間使わなくても、ね、このガイダンス言っちゃいけませんけれども、言っちゃおう、ただ間違いじゃないからね、使わなくてもいいですよ、講座取らなくてもいいと思う。ただじゃあ講座を取るメリットって何ですかって言ったら、そこなのよ。他の受験生は今はこれできるよとか、他の受験生であればこういうふうに考えるよっていうことがすごく大事なんですね。いわゆる相対評価というのは、要するに自分だけができてないのか、みんなができてないのかって、これ全然違うでしょ。ねえ、例えば自分が分かんないなと思っても、他の人がみんな分かんないんだったら、気にならないじゃない。ねえ、まあそんなもんかと。でもやっぱり、他の人はみんなできてるけど、自分だけができてないって言ったら、やっぱそこは勉強しなきゃダメだよね。その判断が受験期間しかできないです。我々しか。で、我々なぜかといろんな受験生見てるから、あ、こういう質問来るね、これ分かるね。これは例えば、じゃあ誰かの弁理士さんでもいいよ。弁理士さんに、例えば特許出願について質問しました。当然その内容については返ってくるよ。まあ、これは当然弁理士だからね。ところが、じゃあそこって他の受験生が理解すべきかどうか。ね、例えばそこっていうのは試験的に重要なんですかっていうのは、多分その弁理士さんでしか判断できないんですよ。他の受験生がどう考えるかなんていうのは、それじゃ分かりませんから。それを分かっているのは我々なんですね。うん、でそういった意味での、まあ、アドバイス、例えば今の勉強時間では少ないよとか、そういったところをですね、まあ、皆さんにちょっと記載していただいて、それをチェックして、できれば私の、まあ、理想でね、理想いろいろ持ってますから、まあ夏ぐらいとかのタイミング、夏か、まあ、秋かなのタイミングで、皆さんはこんな感じでやってましたよっていうフィードバックができればね、あとで、まあ、学習コンパスっていう、私のフリートークの講座なんですけど、面白いでしょ、フリートークの講座があるとなかなかないよ。うん、でそこでしっかりフィードバックできるということになるかな。そういうことをやることによって、やっぱ皆さんの、もう私はできれば、こう、強制をしたいですね。で、私の役目は何かって、やっぱナビゲーターですから、ね、実際皆さんに走ってもらう、走ってもらうのは皆さん。私は何やってるか、それを皆さんを誘導してるだけです。こっちが早いよ、こっちが早いよ、あ、こっち早い、こっち早い、あ、そっち早いから、あ、こっち時間かかるって、やるのが私の仕事。なので、まあ、それをやるためにはこの3ヶ月点検制度っていうのをちょっと今年、ね、ついに導入してみようと。これずっとやりたいなと思ってたんですけどね、なんとかレクと話をしまして、うん、これ今年やってみようと思ってます。ちょっとまだ今年からなんでね、どうなるか分かりませんけども、うん、まあ楽しみですよ、私ね。はい、やっぱ通信でね、実際こうやってガイダンス、ね、周り誰もいないんですけど、こういう環境で実際の通信の講座もやってるんで、寂しいんですよ。やっぱりこうね、皆さんとやり取りしたいから、こう講師業やってますからね、だからこういう感じでいろいろ触れ合えればなと思ってますね。はい、それから次の
特徴、論文ユニット講座っていうところで論文の基礎力を確立しましょうと、これ何かと言ったら、論文ってそもそもどうやって解くの、なんだかね、まあ、皆さん何となく知識あるでしょ、担当と論文がある、まあ、担当は分かるよね、丸バツだから、ね、まあ、これ五種択一ですよ、枝5個出て正しいものどれですか、もしくは、誤っているものいくつありますかとか、そのこと聞くわけですから、まあ、何となく想像できるけど、論文って何書くんだ、どうやって解けばいいんだろう、まあ、論文っていうからには文章書くんだろう、正解、論文文章書きます。でもどうやったらできるようになるんだろうっていうことなんですけど、論文の考え方は大きく分けると2つです。問題文があります、まあ、何も書いてないけど問題文があります。でこの問題文に対してまずこの問題文から何を書こうかっていった項目、まあ、いわゆる一つ一つのユニットだね、これを抽出する作業があります。これ問題文を読めば、あ、この記載があるからこの項目いるよね、この記載があるからこの項目がいるよねっていうのが実は出てくるんです。でこの作業が一つで、もう一個はその出てきた項目ユニット人に基づいて文章を書くという作業があります。で言ってしまえば、こっちが設計図、こっちがその部品というか、まあ、プレハブみたいな、そんな意味なんですね。これ論文の学習の方法、一番楽なのは、まあ、業界的にはこれを項目出しって言ったりしますし、まあ、ちょっとこっちは答案作成ですよ。でこれをやるときに、だからまずはここをしっかりやってほしいということ。一個一個のユニット部品が皆さんの中でできれば、あとはそれを組み立てるって作業が必要になってきます。なのでまずはこの部品を作る作業、ユニットを作る作業っていうのがまず1点ですね。でこれをじゃあ作るためにどうしますかって言って出てくるのが私の教材で論文コレモンっていうものです。これのだから何かと言ったら、過去問をベースにこの短い定型文っていうのを作ってます。だからちょっとこの問題だからこの答えってわけじゃないんですよ。この論文コレモンっていうのはまあ講座の中で言いますけれども、ここをしっかりちょっと理解してほしいのね。ちょっと見にくいかもしれませんけど、で本来であればこの論文の問題っていうのはだいたい A4 で4枚ぐらいの回答が、だから勉強最初からするのすごく大変なのよ。でかといってあとは一行問題と呼ばれるものがよくこの受験業界では使われます。例えば特許法、発明とは何ですか、発明とは何ですかだけで A4 4枚書くんだよすごいでしょ。そういうレジュメがあるんですけれども、ただ残念ながら今はそういう傾向で出題されないんです。これね、昔はそういう形で問題出てたんだけど今は出題されないの。じゃあどうしようか、出題される形式で勉強した方が楽だよねっていうことで、こういう項目ごと過去問を私が全部ばらして、で一個一個の論点って言われるんですけど、問題点ですね、こうポイントとなるところだけのところを1個だけ聞いてる内容にばらしてます、で問題文のヒントでこういう問題があった時にはこんな項目出るよねというところとか、まあ、参考過去問ですね、まあ、例えば平成23年で聞かれてますよみたいなことをこういうことにやってると、でその論文のユニットごとに重要度が書いてあって、これを勉強すれば一個一個のユニットが頭の中に入ってくるということになります。で一個一個のユニットが入ってきたら、あとはもう一個ですね、精度イメージ講座というのがあります。でこれは何かと言ったら、やっぱり皆さんがその弁理士試験を勉強するからといって必ずしも特許技能書にいるとかね、知的財産部にいるとは限らないわけです。そうすると分かんないわけですよね、イメージが。出願をするにはどうすればいいのとか、だそういった意味での具体的な事案に即した理解をしていただきたい、すなわち仮想の仮の弁理士として活躍していただくっていうのがこの講座になります。一見するとこれね、よく時々ご指導いただくんですけれども、最初の方の講座聞いてるとすぐかったるいんですね。例えば特に知財 の実務やってる方は、何だから知ってるよみたいな。ただ最後の方に行きますと、これ PCT、まあ、最後とか最初かな、 PCT の流れとか無効審判の流れとかもやるんで結構辛い講座です。ただここでしっかりイメージをですね、作っていただく、まあ、例えばこんなね、会話から始まってですよ、でより具体的なこう流れから始まって、でよりこういうフローですよね、どういう手続きフローかというところをしっかり理解していただくっていうことがものすごく大事です。具体的な事例を想定して弁理士のように考えてほしかったりとか、あとはやっぱり細かい知識の前に流れ全体を抑えるということによってイメージを頭の中にしっかり作っていただきたい。そういう大きな入れ物ができれば、あとは細かい知識というのは結構なんですかね、もし仮に抜けたとしても他の知識でカバーできるんだよね。でそれが実はできてないと、細かい知識だけだとどんどんこうポコ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 ね、知識が穴ぼこだらけになってしまいますので、そういったところを防ぎたいという、まさにもう仮の具体的な事案に基づいた弁理士という形で考えてほしいなという講座になります。それから5番目、まあ、コレモンの活用というところで、今さっきもコレモン出ましたけれども、私はコレモンというね、私のことでは使ってるんですけれども、このコレモンがまあさっきは論文編だったんですけど、担当編もあります。担当編のコレモンって何かといったら、これも簡単で、はい、条文ごとに、ちょっと見にくいですけれども、条文ごとに過去問の枝を全部ばらしてるんです。平成14年かな、
14年から全部の過去問の枝を、まあ、こういう形で入れ込んでるというのがこの論文コレモン、あ、担当コレモンというものです。でこれをすることによって何がわかるかといったら、条文と問題文の対応が一目瞭然です、うん、要するに出てない条文はこれないから、過去問がで勉強する優先順位低いんですよ。出てる条文っていろいろな衣装法の302とかって数ページに当たってますから、それは重要度が高いということになります。だそういった意味での重要度を判断したりとか、同じ条文の問題を見ることによって試験に出る知識だけがしっかり身につくんです。まずはでそこがすごく大事ね。いろんな知識を入れるというよりかは、試験にはまずこれが出るよねって知識を入れてほしいので、そういった意味での、この担当のコレモンというのを使っていただきたいというところですね。これ今ないんですよ、こういう過去問が。その条文ごとに担当の足別になってるっていうのが、あの似たのはあるかもしれませんけど、これ全部ね、本当平成14年から、あの、まあ、今の制度になってから全部の過去問とかが入ってますよっていうのがなくて、でこれ同じような論点も出てくるんですよ。だそれが大事なの、逆に言えば。だそれによって、あ、何回も問われてるなって勉強になるから。で同じ論点だから削りますじゃダメなの、これは。うん、それあえてそういうふうにしてます、これは。今非常に大変ですけれども、まあ、こういうコレモンを活用することって皆さんにもう試験に直結した勉強ですよ、うん、例えばこういうまあ判例なんかも載せますよ、担当に出てる判例であればね、うん、っていう形でそんな形で勉強していただきたいなと思います、ね、過去問長文ごとに整理すると、うん、だからもうまずこれだけ、ね、コレモンってのはこれだけの問題って意味なん、これだけやればいい問題って意味なんですけれども、要するに過去問の問題をまず完璧にするんだという意識でしっかり勉強していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。はい、だから6番、通信とは思えない講師との対話遊びって書きましたけれども、あの先ほど言ったように私自身は皆さんといろんなやり取りをしたいと思ってます、うん、でそれがやっぱり勉強をね、皆さんがやっぱり合格に結びつく一番の近道だと思ってるから、うん、で実際、まあ、この人また悩んでるよ、ね、勉強してても全然わからなかったよということがあれば、うん、やっぱここが大事なのよ。だからよく私質問されると結構ね、それはちょっといらないんじゃないのって言うこともあると思うんですけど、みんながわからないところなら、あの別に OK だと。でやっぱり今やるべきことっていうのをしっかりやることが大事で、これがわかるだけでも質問するメリットってのがあるんですね、うん、要するに、まあ、それはやんなくていいですよとか、そこまで考えなくていいですよ、場合によってはね、文字だけのコミュニケーションだからちょっと解釈ね難しいかもしれませんけれども、でもそこは皆さん気にせずにこう、ね、気楽に聞いていただけるとよろしいかな。うん、だから当然理解をするというと、理解をするという意味と、さっき言った相対的な、何ですかね、あの位置づけ、あ、これについてもやんなくていいんだとか、これについてやんなきゃいけないんだっていうところもご理解いただけるんじゃないかなと思いますね。はい、もう自分だけでは分からないのではっていう不安、これはね、通信通学かからず当然あるんですよ、ずっとあるの、うん、なんだけれども、まさにこのね、通信で私の子供なんか使ってる人は、いろんなツールを使うことによってこれを解消したいというふうに思ってます。じゃあどうしますかっていうことで、質問制度なんですけど、これ通信に関しては、あの教えてチューターっていう制度があります。でここでご質問いただければ、分かんないことをすぐ、まあ、すぐじゃないかな、ちょっと分かりませんけど、あの返ってくると、内容がね、うん、ところがこれは私がやってないんですよ、レックがやってる制度、レックの標準の仕組みで、まあ、あのレックの標準の質問としてはこれを使っていただいてもいいんですけれども、もうかったりと私は。なんで例えば私が説明した内容が分からないって場合もあるわけよ、過去も云々じゃなくてね、ババで言ってる内容が分かんなかった、でまあ、どうしますかって言ったら簡単ですよね、これもうツイッターで聞いていただきたい。で、あの私はかなりツイッターをあの対応するように進めているタイプなんですね。でツイッターがあの勉強のツールとしてはすごく大事、まあ、あのつぶやきをするしないじゃないんだよ、別にそれはいいんですよ、別に今日お昼何食べたとか、まあ、書いていただいても全然構わないんですけれども、ただ一番大事なのは勉強のツールとして使っていただくことなんです。で実際私の合格者ではやっぱりツイッター使ってる方の方が受かりやすいですと毎年言ってるんですけど、割と皆さん二の足を踏んでね、めんどくさいやってなるかもしれませんけど、やっぱりツイッターを使っていただいてる方がかなり合格率高いんですよね、うん、でツイッターをやっぱりしっかり活用すると、私は通学以上の効果があると思ってます。例えばこの人、今日は先週は勉強したよと1時間ね。でこれまあここにアットババ -PA で質問していただくと、ここで実はあの私にこう来るんですね、メッセージが、商品は使用してなければいいんですかみたいな形で、で私のではダメですよっていう形で、例えば質問に返信するということで、まあ、こんな感じで、ね、リアルタイムにすぐ質問ができるっていうメリットはありますよね、うん、それから、はい、この人今日は講義を3時間見た、頑張ったと、ね、復習で問題を解いたら全然わからないと、もう頑張ってないや、もう一回見直そうって形で、もうかなりこの人へこんでますよね、
で、それに対してね、私の方が、いやいやと、まあ、これはできなくていいんじゃないのっていうこともアドバイスすることができるんじゃないの。だこういう、まあ、お互いのやり取りっていうのができるのが、ツイッターのいいところで、で、通学であればね、例えば質問しようと思ったって、毎週週末に講義があれば、週末まで待たなきゃいけないし、で、かといって質問しに行こうと思ったら、いろんな人が質問していれば、まあいいかってなりがちなんですよ。そんなこと言ってる場合ではない。ということになりますから、まあ必要があればもうこれどんどん聞いていただければいい。まあちょっとね、私がまあ、趣味でやってるところですから、まあ、あんまり多いとね、ただまあさすがに今までそこまでって方いらっしゃらないんですけども、まあまあまあ、バランスを見てね、そこはちょっとケースバイケースで判断させていただきますけれども、ただまあ私自体はまあいろいろご質問とかいただいたりしてもいいしね、そういうやり取りがね本来はできればいいなというふうに思ってます。だそういった意味のツイッターで、さらにツイッターをやっぱやることによって他の人のつぶやきがすごく見れるんですよ。で時々私の合格体験記とか私のとかね、私の受講生の合格体験記とか見ていただくと、それが結構やっぱ刺激になるんですよね。要するに同じような時期に始めた人たちがこうつぶやくことによって、あ、この人勉強してるわと、私もやらなきゃみたいな気持ちになるんですよ。だそれが実はすごく大事な気持ち話ですねということです。はい。であとは、学習コンパスを、担当試験後まで実施というところで、まあそのまあ、いろんなこれツールがあるんですけれども、まあ、この中で、まあ、学習コンパス講座というのがありまして、でまあ、今さっき言ったツイッターと、あとはブログですね。これブログはまあ多分今これ画面上のこれを URL、QR コードですかね。一時停止で読み取っていただければ、多分私のブログに飛ぶと思うんですけれども、まあ、ブログなんかでも質問を回答したりとか、まあツイッター経由ですけどね、してまして、まあ、いろんな情報ツールでは発信しているつもりです。で、その中で、この学習コンパスっていうのがパンフレット上にも出てますけど、一体これ何なんだって言ったら、これ1回30分の月1のフリートークなんですよ。なんでこんなことやってるのかっていうと、通信って見る時期が違うので、その時期的な話があまりできないんですよ。例えば今収録してるのが5月だから、じゃあね、担当本試験だから、その話をしたって見る時期違ってくるじゃない。ね、人によっては3月から始めてる人もいれば、中には9月から勉強始める人もいるから、あんまりその今の時事ネタを話してもしてもしょうがないっていうのがあるんですね。でそれに対して学習コンパスっていうのは、これ月1回ってもう配信が決まってるの で、そこのタイミングでその時期、例えば5月なら5月、6月なら6月の話をさせていただくと。それによって今何をやらなければいけないのかが明確になってくるというのが学習コンパス講座ということですね。本当に30分のフリートークっていう形で、もう配信したらすぐ見ていただきたいと。当然時事ネタも話しますし、場合によってはツイッターでご質問いただいて、もう一回その制度説明質問するとかね、いうこともありますよ。やっぱ均等論分かりませんとね、もう一回説明してください。どうせ見りゃいいんだけど、通信だから。でもやっぱり私もさ、もう一回質問されたら違う言い方するかもしれないしね、だからそういうことによって、まあ、その学習コンパスっていうのが実はいい機能を働いてるかなと私は思ってます。結構私自身これ結構気楽に始めた、通信ってこういう講座が今までないんですよ。結局通信って収録した講座を売ってるだけなので、これ月1回ね、皆さんのためにこうなんか情報提供するところが欲しいって言って始めた講座なんですけれども、割と自分が思った以上にご好評いただいていると。残念ながら他のこの講座よりかは、講座って制度イメージとかさ、お金よしこれだと思ってる講座よりかは、なんか合格体験記を見ると学習コンパス良かったですっていう方が多く、あ、そうっていうね。まあ、嬉しいんだよ。当然。それを狙いでやってるからね。で、皆さんがそれでモチベーションを維持していただいてるなら、私はこれ以上嬉しいことはなくて。で、特に今年はさらに、担当試験後もあります。今まで担当試験までなのよ。直前まで。怪しい最後動画で終わるんですけど、で、担当試験が終わった後の実は、学習コンパスもあったりしますので、ぜひね、ちょっと楽しみにしていただければと、思います。はい。まあ、結構、皆さん結構楽しみにしていただいているというものなんでね。はい。で、まあ、最後になりますが、まあ、カリキュラム的なすごい細かい話だけになりますけれども、PCT だけ特別に対策って、まあ、これだけポコってきましたけれども、何かと言ったら、通常さ、この条約っていうところなんですけれども、まあ、今ちょっと、ね、なかなかわからないと思いますけれども、結構ね、難しいんですよ、条約は。勉強したらすぐわかる。なんだこれ。で、その中でも PCT っていうのが一番厄介。で、PCT ってね、これ、まあ、これ、これ皆さん法文集ってね、この法律の条文集を皆さんも、ね、将来的にこう使うんですよ、これをね。で、この条文のところ横には書いてあって、ね、例えばこれが特許法なの、ここ特許法ね。っていうのがあって、ピラ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 ってありまして、この中で一番ね、なんか分厚いのってここかな、多分、これ。で、これって何ですかって言ったら、これ、特許協力主義基礎規則、これ PCT 規則って呼ばれるものです。で、PCT はこの PCT 規則とこの PCT ってこの前なんですけど、時々ここから出題されます。
ここから。なんで2つ合わせると一番分厚いんです。ここで一番分厚い割には試験に出る傾向は決まってないんです。毎年バラバラに出てくる。そうさっきのねこれもみたいに特許であれば決まってるわけよ。もうこの条文はこんだけ出てくるとか、この条文全く出ないみたいなことなんですけど、 PCT の規則ってとか PCT は毎年いろんなとこが出てくるわけなので、普通に勉強すると多分解けないです。私は諦めてます。諦めてるんだけども、じゃあどうしようかした時に、私の講座はそうじゃなくて PCT というのはまず流れをしっかり押さえるっていうところが1点で、もう1点はそれぞれの役割をしっかり押さえるってことですね。でそこさえ押さえれば実は難しくないっていうのが PCT の勉強の仕方で、それを皆さんに伝授するのがこの PCT の、まあ、攻略講座というところで、わざわざここだけ別に書いてるというのはそういう理由です。で PCT が一番鬼門なんでね、特にやっぱり再受験の方は、まあ、もう特に分かってるよね、 PCT 大変だっていうのはね、先輩受験生はああ PCT すごい大変だよねって分かってますから、そこだけきっちり対策を取ろうというところで分けてるということになります。はい、というところで、まあ、今までと比べましても、より合格に私は近づいている講座ではないかなと思ってますし、やはり通信ということで考えると、まあ、これ以上に、まあ、なんですか、通信をまあフルに活用する。やっぱり生講義ではできないことっていうのを実現しようとしている講座になります。で実際まあね、さっき言った、まあ、点検の制度であったりとか、今年またいろいろ入ってますんでね、ぜひ、来年の試験をね、受かるぞというふうにお考えの方であれば、このスマート攻略コースをですね、有効活用していただいて、来年、ぜひ、弁理試験を合格して、弁理試験合格ですね、弁理試験合格して、弁理士になっていただく。そして多分もう残念ながら、平成30年は、ね、言語が変わってしまいます。ということは、新しい世代の弁理士に皆さんなるわけです。ね、何の言語になるかまだ分かりません、この段階では。しかし、新しい時代の弁理士として、最初のね、その元年の弁理士として、世の中に羽ばたいていただきたい。そのためには来年の試験に受かっていただきたいという気持ちがありますから、ぜひ頑張って、ね、また1年間頑張っていきましょう。はい、というところで、じゃあ今回の、ガイダンスをですね、通信専用コースなら隙間1時間を効率活用というところで終わらせていただきたいと思います。では、皆さんね、講座で会えることを楽しみにしています。では、長い間、ありがとうございました。頑張りましょう。